お願いしておきます、で看板娘のコーナーはですね、実はもう和歌山でめちゃくちゃですね、うん、怖いぞ怖いぞっていうぐらいね、僕ね、この方怖いぞというイメージあったんですよ、ラジオでお会いするまではよ、お会いするまではね、どういう意味なんかこのバルを成功、城下町バルを初めて持ってきて和歌山で全国一番の店舗数を集めた、はい、その実行委員長女性でやりて聞いたんですよ。でどんな人かと、ね、あったら可愛い島ちゃんって感じのイメージでございました。まずね、島ちゃんどうぞ、はい、こんにちはいきなし振りますこうやってね、島由加子です。はい、ね、まあ、画面出てくれたもうね、あの島ちゃん、本当にね、僕初めてそのラジオで聞いてたから、はいはい、で今そのまあ、城下町バルってご存知のないことのためにちょっとお話しておきます、うんうん、いいんですか、僕説明して、はい、まあ、あの分かりやすく言うとですね、もともと百何十店舗という和歌山 の飲食店をまず集めたんですよね、はい、あのどんで言うたらいいの、まあ、3000ぐらいでしたっけチケット、そうです、ね、前売り3000、前売り3000のチケット持っておいたら、まあ言えば、まあ、大きな大きなですよ、まあ、あれ何て言うの、お弁当じゃないわ、幕の内弁当が140店舗があって、うん、そこをずっとこう食べていくような感じですわ、極端な話、うん、僕のイメージはね、わ、うんうん、かりますかで、まあ、歩いていくからややこしいけど、うん、幕の内がいっぱいっていってこれあるわけですよ、マップがあるわけですよ、あで、このマップが幕の内ですね、そうそうそう、幕の内、僕のイメージね、イメージがね、わかりやすいでしょ、そうしたら、あ、はいはい、あのなんかものすごい遠いところをこう歩いていかなあかんと思われがちだけど、結局そのチケット持っとったら、うん、もうどこでもちょいラベ行くわけでしょ、ちょっとずつこう食べていけるという、はい、こういうシステムを考えられてですね、これ和歌山で初めてやって、一番最初何店舗でしたっけ、約150店舗ぐらいでした ね、うん、これは全国一位の規模に、そうです、うん、すごい、ね、それを初めて持ってきて、大雨にもかかわらずね、ふっく土砂降りでしたもんね、そうね、まあ、その委員長という、まあ、あの、うん、看板を背負って来ていただいてるんですけれども、はい、それとはまた別に、まあ、会社も経営されてると、そうです、ここら辺のこの魅力についてですね、はい、まあ、後で伺いますが、はい、とりあえず島ちゃんのことを、はい、あのどう説明しようかな、こっから行こうかな2つあるのよ会社がね、どっちから、そうですね、今日は情熱の赤やから、そうですね、うん、暑い夏で行きましょうか、そうですね、はい、やっぱり祭りを、祭りをまず優先でね、しょうこちゃん、はい、しょこっとちゃんと紹介して、しょこっと、うん、しまちゃんのこと、髪の毛ちょっと、あ、今日乱れてます、うん、れすいません、はい、今日はなんか長丁場なんで、いつもと違って、ね、じゃあしまちゃん紹介してください、はい、今ヒデさんからもご紹介ありましたが、しまゆかこさん、もう本当に魅力的で、もう会えば会うほどもう好きになっていく女性です。もう最初はね、あのやっぱりこう初対面が、うんうん、私も一緒で、うんうん、バルの実行委員長ね、島由加子さんということで最初はお会いしたので、やっぱ緊張しますよね。でいつもスーツをねピシッと着てね、割とこうね静かなトーンでね、そうこうパシッパシッとこう、僕も思い出した、思い出した、そうや、うん、僕ねミスユニバーサルにユニバーサルミスユニバースの、 あの大会があったでしょ、はいはいはい、あの時に4月にね、うん、ある人に通じて4人で、はい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 、ミッションもそうや、一緒に、はいはいはい、僕後ろね、あの高級なんとかへ乗ってやお、うんうん、後ろへ、はいはい、スーツ座ってこスーツとか座られてるわけ、うんうんうん、初めて会ってるやん、はいはい、何喋っていいや、まあ、バルの実行委員じゃ分かってんで、こっちも、まあ、あの KY してもらいます、うんうんうん、名刺交換する後ろで、はいはい、意外とね口数少なかったよ最初最初は ね落ち着いてるんですよ、落ち着いてるので話し、あ、僕こういう軽いノリで行ってあかんかったよなと思いながら、うん、反省する間もなく夜が来たら、ね、居酒屋行ってビール入ったら、ね、でしょそっかと、そう酔っ払っても調子は変わらないんですよ、この穏やかな、うん、分かる分かる分かる、しっとりとね、ちょっとこの間でも気まじょのパーティーではちょっと多少はこう弾けてたような気がしたけど、カウンターでね、楽しかったですね、楽しかった、あそこではね、みんな、うんうん、すいません、またその飲みネタ行ってしまうわ、この思いったらでも本当にあの、うん、そうそうそう、うん、大好きです、ね、私も、はい、あの会えば会うほど魅力が溢れ出してくるような、う、ね、はい、もう嬉しい、もう本当にこう、なんかどんどんこう化かされていくような感じ、いや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 、もうしっとりしてね、うん、もう爽やかなね、うん、もうなんてか、私はもうなんともセクシーな
女性やなと思ってます。さすが翔子ちゃん、よく分かってくれてます、はいね、でもなんかこう、でもその行動力とかいろんな部分を見て、こういうことを取り上げ、取りまとめていくという力とか ね、 そのやっぱりリーダーシップあるわけですよ。だから、うん、そうですね、こう秘めたものをもちろん持たれてると思うんでね。魅力がいっぱいあるから、ね、みんなもその魅力についていこうと思う、うんうん、なるほど、まあ、実行委員含めそうやし、三役含めこうみんな男性が多いですけど、うんうんうん、その従えてる男性もね、みんなやっぱりバリバリやられてる人が、この島実行委員長のもと一段となってやってるのがこのバルなので、じゃあまずそのバルをね、ということはこのバルがどれだけ素敵かということでちょっと説明しましょう、ということでございますが、委員長お願いします。はい、はい、そうですね、先ほどもヒデさんの方から、説明もありましたが、うん、この地図をまず、この地図がなかなか地図がね、すごく楽しい地図かなと思います、うんうん、これは今回エリア限定ですね。エリア限定になってます、うんうんうん、で前回は中心市街地和歌山市駅から和歌山駅裏東の方まで行ったんですけれども、うんうん、今回はブンダラと同日開催ということで、ブンダラをブンダラの近くお城城下町界隈ブラクリ町界隈を限定としてます、うんうん、なので今回は70店舗ぐらいの参加をもう区切っています、うん、まあ、それでも70あるね。そうですね、うん、70ほどで、うん、そうですね、チケットの販売予定数は1500枚です、うんうん、はい、でお店とチケット販売のバランスも考えて、うんうん、あんまり多くはチケットも販売しないように枚数も考えてます、うんうん、はい、で今年もあれですね、今回も特別限定メニューを当日お店の方もたくさん考えてくれてますので、うんうんうん、この地図ですね、はい、この地図がありますので、チケット買っていただいた方がこの地図もらえるわけですよね、はい、それとそのチケットがなんか今年はまたちょっとこう一つ改善されたというね、そうなんです、残ってもいいようにね、はい、ちょいチケというちっちゃい半分バージョンですね、ちっちゃいチケットを作ってます。なのでお昼の喫茶店であるとか、うん、ちょっとした休憩ですね、はい、そういうので活用していただけたらいいかなと思います。だからまあこうお店をこう回るだけの楽しみもどこに行こうかってこのセ、ね、セレクトする楽しみももちろんあるやろし、でまあその食べきれなくてもこういうのが残ったということと、で今年そのブンダラを開催してるんで、見に行きながらずつまた喉乾いたらちょこっと行くとかっていういろんな使い方ができるんでね。でなんか知らんけどこんなとこになんか僕が出てるんですよ、これ何ですかこれみたいな、勝手にこんなとこに乗せてとか言うのがさりげなく CM もうこれ今回すごいですよ ねそうなの、びっくりした、にびっくりした、これもうどんな方かちょっとお顔拝見したい、どこにいてんのそれ、これどこにいてんのこれ、真っ黒いこれすごいんですよ、これちょっと分かりにくいかもしれないですけど、今回メイクパフォーマンスということで、うん、そうですよ、本部にて予約限定で、はい、本部にてメイクですね、当日メイクしていただけます、うんうんうん、それもあるでしょう、今回の試みで、うん、和歌山の浴衣でこう盛り上げようという企画が一つ入ったんで、そういうことになった、私今日浴衣着てきたかったんですけど ね、はい、で、美容師さんはこれどこ、アルールさん、うん、アリュールさんですね、はい、メイクパフォーマンスもこれ誰、化粧師と読むんやけど、化粧師で、化粧師ヒデ、ヒデさんです、ヒデどこにいてんの、ヒデ、ヒデ、あら、お、もうヒデなんか大きいわ、ほんまや、この写真えらい男前やな、ほんで、うん、もうそれだいぶ前のやつまあええんよ、そういうノリで楽しく行きましょう、祭りやからね、うん、で、ぜひぜひ、本当にこうやっていろんなとこ回っていただいて、うん、これ本当すごいですね、無料ですもんね、これね、無料ですよね、うん、やっぱり地元に貢献したいという熱い思いがあります、うんうんうん、でその次はブンダラの次は踊るになるんじゃないですか、ね、あれ審査員、審査員ですもんね、もうこの暑い夏はね、暑くいかないと、そうです、うん、はい、あれこんなんでいいんですか、ノリは、ね、僕の他にも説明することあったらどんどん、はい、チケット発売中を言ってきましょうかね、場所ね、チケット、はい、ネットでも買えますし、そこをじゃあ委員長、そうですね、販売場所は、はい、前売り券の販売場所は、はい、和歌山城西の丸広場、はい、観光土産品センターですね、はい、あとはフォルテ和島さん、はい、本町のフォルテ和島さんにも置いてもらってます、はい、あと御園の、NPO センター、和歌山 NPO センターですね、はい、あとは各お店
はい、もう若干10店舗ほど置いてもらってます、はい、色彩みずきさん、はい、狭間屋さん、はい、セカンドさん、月とクローバーさん、いろは劇場さん、はい、中心屋おもやさん、はい、串カツ天蔵さん、はい、黒潮さん、ハイドアウトカフェさん、はい、ライオンホルモンさん、はい、以上の店舗で、置いてもらっています。でネットでもね申し込めるんですよね、はい、はい、落ち着いたもんね。ネットで申し込んだら、うん、当日、うん、お名前を言っていただいて、うん、チケットと交換でしたよね。そうですね、でしたよね、まあそうですね、今回はあの当日券も本部にて販売しておりますので、ね、はい、本部に来ていただいたら、はい、当日券は3400円になります、はい、で販売させていただきます、はいはい、皆さんぜひお買い求めいただいてどしどし来ていただきたいと思います、はい、なかなか落ち着いた